はい、それではよろしゅうございますでしょうか。本日はお忙しい中、ご参集をいただきまして、誠にありがとうございます。政調副会長、政調副会長兼事務局長を務めております松本洋平です。本日の司会を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いをいたします。それではただいまより自由民主党政権公約発表記者会見を執り行います。はじめに小野寺五典政務調査会長より今回の政権公約を会場の皆さんにお示しください。お願いをいたします。一緒に。あ、大丈夫です、大丈夫です。一緒に。隣に立って。隣に立って。こちらに。はい、はい、じゃあ一緒に。はい。お願いします。はい。では、もう一度いきます。はい。あ、ごめんなさい。もう少し。はい。いきます。はい。もう一度いきます。はい。大丈夫です。いきます。はい。もう少し立って。上を少し。上を立てて。生かす。あ、そうです、そうです。いきます。はい。カメラの方、どうぞ、お声をつけてください。いや、忘れておるければ。いや、受けていい。はい、いいですか。はい、こちらは。すいません、お願いします。はい、入ります。入ります。入ります。はい。入ります。はい、入ります。はい、入ります。すいません、そのまま液晶モニターの方に少し、3歩ぐらい近づいて、もうギュッと寄っていただくことができますか。はい、お願いします。いいです。はい、OK です。大変恐縮ですが、もう一度立てられるアクションからお願いできますでしょうか。で、ここから、はい、ここでいいですか。はい、大丈夫です。はい。はい、それでは、これより政調会長から政権公約について説明をさせていただき、その後各社からご質問を受け付けたいと存じます。なお時間の関係上、記者会見の時間は30分程度とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。それでは小野寺政調会長よりお願いいたします。早速ではございますが、我が党の政権公約について説明させていただきます。まずタイトルは、党全体のキャッチコピーと合わせ、日本を守る成長を力にとしました。その上で、柱立てにつきましては、石破総裁が総裁選の最中から掲げ、総理就任後も繰り返し口にしている守るという言葉を使い、ルールを守る、暮らしを守る、国を守り国民を守る、未来を守る、地方を守るの5つの守るという柱を立てております。これに加え、6番目の柱に、新たな時代を切り開くとして、憲法改正に関する事項を記述しております。順次、この柱立てに沿って説明させていただきます。1つ目の柱は、ルールを守るです。現在の状況下で、選挙を戦う上、まずは、政治改革に向けた覚悟を示さなければなりません。そのような考えから真っ先に政治改革を挙げました。まず政治資金については、将来的な廃止も念頭に、政策活動費の在り方や透明性の確保、その監査に関する第三者機関の設置、国会議員が政治資金等に関する犯罪で起訴された場合に、その議員にかかる政党交付金の交付を停止する制度の創設などを進めます。また、調査研究広報滞在費、旧文通費でありますが、
の使途の明確化と公開、未使用分の国庫返納などについても議論を進めてまいります。一方、党独自の改革につきましては、2033年までに国政における我が党の女性議員の割合を 30% までに引き上げることを目標に取り組みを強化することや、党内の人材登用のあり方を見直し、適材適所の人事について記載しております。第二の柱は暮らしを守るです。物価高騰対策は賃上げ、社会保障といったまさに国民の暮らしを支える政策を並べ、続いてその原資を生み出す成長戦略、科学技術、中小企業対策などを列記しました。通常は成長と分配という流れで経済政策から入りがちですが、あくまで国民の暮らしを守る姿勢を強く打ち出すため、あえて分配成長の順で構成しております。まず物価高騰対策として、電気ガス料金、燃料費高騰対策と合わせ、物価高が家計を圧迫する中、国民生活を守るため物価高騰の影響を受ける事業者や低所得者、地方などに寄り添ったきめ細やかな対応を総合的に進める旨を記載しております。物価高の影響を特に受ける低所得者世帯を下支えするための給付金による支援を講じるとともに、学校給食費等の保護者負担の軽減、飼料、餌ですが、飼料高騰などの影響を受ける畜産経営などの農林水産業、中小企業、医療、介護、保育、学校施設、公衆浴場、地域公共交通、物流、地域観光業など、地域の実情に応じたきめ細かい物価高への対応ができるよう、重点支援地方交付金を拡充いたします。これは選挙後の経済対策においても、しっかり裏打ちしてまいりたいと考えております。社会保障については、引き続き、すべての世代が安心でき、能力に応じて支える持続可能な全世代型社会保障を目指す旨、医療や食品の安全、感染症、危機管理体制を整備する旨を記載したほか、年収の壁の見直し、年金制度についても記載をしております。国民の暮らしを守るためには、日本経済全体に活力がなくてはなりません。このような見地から引き続き、経済成長に取り組んでいく姿勢を示しております。具体的には、GX、DX のほか、中小企業への支援、資産運用立国の実現に関する施策を盛り込んだほか、経済安全保障についても触れております。また、これからも社会全体の活力を高めていくためには、女性の皆さんのさらなる活躍に期待が寄せられています。このような視点から、あらゆる分野における施策、方針決定過程に女性が参画する機会の確保や、女性の所得向上、年収の壁への対応などを盛り込みました。また、配偶者等からの暴力や、性犯罪、性暴力など、あらゆる暴力の根絶といった、女性が安心して暮らせる社会の実現についても記載しております。第三の柱は、国を守り、国民を守るです。この柱の中には、外交安全保障をはじめ、防災減災、国土強靭化、災害復興、さらには生活の安全、多様性、共生社会などに関する施策を盛り込み、あらゆる不安から国民を守り抜く姿勢を示しております。まず外交についてですが、日米同盟を基軸に普遍的価値を共有するパートナーとの連携を強化すること、竹島、北方領土、尖閣をはじめ、我が国固有の領土、領海、領空を断固守り抜く姿勢などを掲げるとともに、北朝鮮による拉致核ミサイル開発について、国際社会と連携して取り組んでいく決意でおります。一方、安全保障については、中国、ロシアによる力による現状変更の試みが顕在化、台湾有事が現実の課題になりつつあるなど、戦後最も厳しい安全保障環境に対応するため、防衛力を抜本的に強化する姿勢を示した上で、我が国の平和と安全を守っている自衛官の給与面を含む処遇改善、
人材育成システム、退職、再就職支援などを記載しております。また、シェルターをはじめとするさまざまな避難措置や、避難措置施設や、輸送手段の確保など、国民保護の実効性ある体制整備を変わるとともに、沖縄等の基地負担軽減、普天間飛行場の辺野古移設や在日米軍再編、さらには米国政府と連携して事件、事故防止を徹底し、日米地位協定のあるべき姿を目指す姿勢も示しております。特に地域の安全と安定を確保する取り組みの部分については、すでに石破総裁から党政調で議論を指示されており、選挙が終わり次第、私をトップとする機関を設立し、議論をスタートさせていきたいと考えております。防災・減災・国土強靭化も国民を守るための重要な取り組みです。能登半島地震の教訓を踏まえながら、次なる大規模災害の発生も見据え、我が国の災害対応能力の強化を着実に進めるとともに、防災庁の設置に向けた準備を進めます。また、災害関連死ゼロを実現するよう、避難所の環境を抜本的に改善し、発災後速やかにトイレ、キッチンカー、ベッド、風呂などが利用できるよう対策を進めるとともに、国土強靭化実施中期計画の早期策定についても盛り込んでおります。災害復興も極めて重要な課題です。能登半島地震や相次ぐ豪雨、台風等の大規模自然災害からの復旧復興に向け、道路、河川、鉄道等の本格復旧やインフラの整備、住宅再建等の支援を着実に進めます。また東日本大震災からの復興、特に原発事故の被災地における風評の完全払拭、福島県産農林水産ブランドの確立など取り組んでまいります。その他にも国民生活を守る取り組みはたくさんあります。世界一安全安心な国に向け、テロ、サイバー事案、ストーカー、DV、性犯罪、児童虐待、いじめなどへの対策及び犯罪被害者等への支援を推進してまいります。また、厳格な出入国在留管理、保護司の安全確保対策、法テラスの体制強化、ネット上の偽誤情報のや誹謗中傷などから国民を守るための総合的な対策についても記載をしております。第4の柱は未来を守るです。人口減少対策、子ども・子育てに始まり、教育と合わせ文化・スポーツも盛り込んでおります。少子化対策は我が国にとって先送りのできない最も深刻で重要な課題であり、これをやりきることが日本の未来を守ることにつながります。このような視点から自民党は考えている施策を列記いたしました。子ども政策の司令塔として昨年創設した子ども家庭庁を中心に、子ども・若者や子育て世代の視点に立った子ども政策を強力に推進いたします。具体的には、児童手当の抜本的拡充、大学等の高等教育費の負担軽減の拡充、男性の育児休業取得率の大幅引き上げを実現するための取り組みを強化するとともに、住宅支援の強化などにも取り組んでまいります。また、妊娠前の段階から妊娠期、子育て期までを通じた包括的な切れ目のない支援を強化するとともに、放課後児童クラブの量・質の拡充を進めてまいります。少子化に対応するだけではなく、生まれてきた子どもたちがそれぞれの夢や希望を叶えられるよう、質の高い学びの機会を確保することも重要です。このような観点から、質の高い教師や職員等の確保に努めるとともに、教員による児童生徒への性暴力根絶にも取り組みます。また、高等教育の無償化の拡大を進めるとともに、家庭の経済状況にかかわらず、大学、高専などへの進学を希望するすべての若者が、自らの夢を実現できる社会にするよう、高等教育の無償化を大胆に進めます。文化・スポーツについては、文化・芸術・スポーツ・観光・デザイン・コンテンツなどのソフトパワー産業の育成を進めるとともに、すべての国民がスポーツに参加できるよう、地域施設等の
整備、環境整備と運動スポーツ等によるライフパフォーマンスの向上に取り組みます。合わせてアスリートの交流を通じ子どもの体力向上などに取り組みます。5番目の柱が地方を守るです。地方創生は石破総理が最も力を入れている施策の一つです。総理は政府に新しい地方経済生活環境創生本部を創設することを掲げております。党政調としてもこれを支える立場から地方創生の交付金の倍増を目指す姿勢を打ち出すとともに、デジタルによる利便性向上、地域公共交通、観光、そして農林水産業などを厚く盛り込みました。具体的には、地方活性化のツールとしてデジタルを活用し、地方における仕事づくりやオンライン診療、買い物支援、暮らしの向上に資するサービスを創出し、持続可能な地域づくりを推進します。また、企業版ふるさと納税の延長、活用促進等を図るとともに、2地域居住を促進し、市町村を中心とした住居環境整備等を支援をいたします。また、交通空白の解消に向けた公共、日本版ライドシェア等の取り組みを強化、我が国の成長の鍵となるインバウンドの拡大、地方の魅力を引き出す観光産業の高付加価値などを盛り込みます。農林水産業は国の元いであり、その振興は成長戦略や食料安全保障のみならず、防災の側面からも重要だと考えております。国内の農業生産を増大することを第一に、特に輸入依存度の高い食料、生産資材の国内生産力を拡大、推進するとともに、安定的な輸入と備蓄を確保するなどの取り組みを盛り込んでおります。また、水産日本の復活に向けた取り組みや、海業の全国展開にも触れております。最後の柱は憲法改正です。国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つの基本原則は堅持し、その上で技術革新、安全保障環境、時代や社会生活の変化など、時代の要請に応えられる日本国憲法への改正を目指す旨を記載しております。政権公約をはじめとする政策は、実現できてこそ意味があり、絵に描いた餅に終わらせてはいけないと思っています。国民の皆様には、自民党の公約はもちろん、各党の政策を十分ご吟味いただくとともに、その実現力、実行力をしっかり確認していただいて、内容と実行力、その両方を兼ね備えたのが、やはり自由民主党だとご判断いただけるよう、私どもも最大限努力してまいりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは質疑に入りたいと存じます。私から指名をさせていただきますので、質問の前に社名とお名前をお願いをいたします。なお、できるだけ多くの方に当たるよう、質問はお一人一問でお願いをしたいと存じます。はい、じゃあ最前列、じゃあ2番目の方からいきましょうか。はい、産経新聞の竹野内です。会長に、政調会長に伺います。石破首相のですね、総裁選での主張との公約の違いについて伺いたいんですけれども、総理が掲げたこのアジア版 NATO については、こちら見た限りでは盛り込まれておらず、日米地位協定の改定についてもあるべき姿を目指すとの言及にとどまっています。また北朝鮮との連絡事務所設置も盛り込まれていません。これなぜ総裁選との主張との交代ぶりは、これなぜなのか伺いますでしょうか。それは石破首相も記者会見でもお答えされていると思いますが、やはり総裁選での総裁候補としてのお考え、それを今後、自民党全体の政策という形でしっかり練り上げるためには、党の中でしっかり揉んでほしい、そういうご指示が私どもに来ておりますので、私どもとしてはそれを練り上げる中で、総裁の目指す、総理の目指す方向を後押しをしていきたい、そのように思っております。じゃあその奥お願いいたします。すみません、時事通信の水谷です。よろしくお願いいたします。公約の中、外交安全保障の中で、
先ほどの質問とも関連するんですが、地域の安全と安定を確保する取り組みを主導するという書きぶりについては、これはその明確には書いてませんけれども、いわゆる総理の言われるアジア版 NATO 集団安全保障体制を作るというところを念頭に置いた書きぶりでいいのかということと、昨日の総理からの指示ですね、先生に対する記者会見で言われた、これもいわゆるアジア版 NATO の部分を念頭に党内でその論議をしてほしいというご指示でいいのか、すみません、ちょっと2つになってしまったんですけど、これだけお願いします。私としてはそのような、総理のお考えを党の中でしっかり議論をしてほしいという中での今回 の地域の連携の問題についてのご指示だと理解をしております。はい、じゃあお隣、はい、すみません、日経新聞の岩佐です。社会保障分野について伺います。基礎年金の受給額の底上げを図るという、文言はあると思うんですけども、その方法としてパート労働者の厚生年金の加入拡大を推し進めるという方法と、あと基礎年金の給付抑制策の早期停止のどちらかが考えられると思いますが、その2つのうちのどちらを想定しておられるのか、あるいはそれ以外の方法を用いることなのか、それについて教えてください。これは今まだ私どもの、中でその方法まで明確に今回議論が出来上がっていないということでありますので、今その方法については検討しているということだと思います。はい、じゃあその後ろの列、はい、真ん中の方よろしくお願いします。北海道新聞の村上と申します。よろしくお願いします。外交分野の項目で北方領土尖閣諸島竹島を併記する形で我が国固有の領土を断固守り抜くというふうに明記されておりました。3年前の衆院選の公約では領土問題の解決に向けロシアとの平和条約交渉を加速するという文言がありましたが、今回の公約ではそのような文言がありません。総理は所信表明演説でこの文言には触れていましたが、この公約の中ではこうした記載がなくなっている理由について教えてください。特に、何かを意識して、この記述をしたというわけではありませんが、ただ現実今の日露関係を見た中で、平和条約交渉に向けた議論を、進める環境には、今の時点では、ないというふうに私どもは考えております。いずれどこかのタイミングで交渉が再開をし議論が進める環境に外交努力は必要だとは思っております。はい、じゃあお隣お願いします。東京新聞の井上です。政策活動費のところで伺います。将来的な廃止も念頭にということですけれども、これは通常国会では自民党廃止を主張していなかった中で総裁選で何人かの候補が廃止を主張したという経緯があったと思います。今回党内でどのような議論を経てこのような表記になったのか、またこの将来的というのはどれぐらいのスパンを指しているのかお聞かせください。ここは私どもはやはり今回の政治資金の問題、これは信頼回復の一丁目一番地だと思っておりますので、特にこの議論になっています、政策活動費、これはいわばその相手に渡しきりのお金ということを総称していっていると思いますので、各党いろいろな形の言い方があるとは思いますが、ただやはりこのことについて国民の皆さんから非常に透明性がないというご指摘があります。そこをやはり改革すべきだというのは中で当然この政策公約を作る中ではかなり議論がありました。最終的にはこの書き方で私ども党内まとまったということであります。ただそこは今から今度議論を始めます。なるべく早く始めたいと思いますので、ただそこは自民党だけではなくて同じようなそのいわゆる政策活動費というのは渡しきりで党勢拡大に使ってくださいねという形のお金と聞いておりますので、そこは各党横並びでしっかり議論する中で前に進めることが必要かと思っています。じゃあ後ろ、はい、NHK の鈴木です。
今回その政権公約をまとめられたということですけども、昨日衆議院が解散されて各党事実上の選挙戦に入っているかと思います。今回その公約をまとめたことも踏まえてですね、今回の選挙戦をどう戦っていきたいというふうにお考えか教えていただけますでしょうか。まず私どもとして本来であれば、昨日、石破総理が会見でおっしゃった、日本創生ということ、これはやはり地域もそして都市部も一緒になって日本が前に向かい発展していく、そういうことを込めた政策をさまざま今回入れさせていただいたと思っておりますが、ただその私どもの政策を有権者の皆様に聞いていただくためには、まずは本当に自由民主党がこの政治改革、信頼回復改革の上でご信任いただけるかということが前提だと思っております。今回の選挙戦はまずは私どもが今回対応しているこの改革に向ける意思、信頼回復に向ける意思をどれだけ受け取っていただけるか、そのことを丁寧に示していくことがまず第一かと思っております。じゃあすみません、じゃあ後ろ、はい、手を挙げてらっしゃる。日本農業新聞の松本と申します。農林水産業のところなんですけれども、水田活用のための予算を恒久的に確保という文言がありまして、以前も同様の記述があったかと思うんですが、記憶違いだったら恐縮なんですけれども、2022年の前回参院選ではこうした記述がなかったかと思いまして、復活させたこう狙いというか背景についてご説明いただければと思います。私自身も水田政策を長年やっております。その中で今農家の皆さんが安心してこれからも米作りができる環境にあるのは、やはり水田活用の交付金がかなり重要だと思っています。それをやはりしっかりこれからもその予算を取っていくんだということを示すことが、農家の皆さんにこれからも農業を続けていただける大事なメッセージになると思って入れさせていただきました。じゃあ最前列。朝日新聞の伊沢と申します。脱炭素エネルギーについてお伺いしたいんですけれども、前回の2021年の衆院選ではその原発の依存度を可能な限り低減させるという文言が公約に入っていたと思います。今回見る限りそういった表現ではなく、脱炭素を踏まえて原子力の活用などの脱炭素効果の高い電源を最大限に活用しますというふうな文言になっています。この2021年と比べて文言が変わった理由っていうのをまず教えていただけますか。これは原子力政策についてはやはりこれからも日本だけではなくて国際社会の中で今の CO2 削減の中の一つとして重要だという位置づけがより党内で大きな声として出ているということの表れかと思っております。いや一人一問ということなので、はい、じゃあお願いします。共同通信の上田です。先ほども少し質問出たんですけれども、地域協定の下りで地域の安全と安定を確保する取り組みについて、政調会長をトップとする機関を設立し議論をスタートさせるということですが、これをもう少し具体的にどういったことがテーマになって、いつ頃の時期にどのようなものを取りまとめたいのかということをお伺いしてもよろしいでしょうか。私自身も、例えばヨーロッパを見ると今回のロシアのウクライナ侵略をめぐって、スウェーデンをはじめいくつかの、従前であれば中立をしていた国が憲法を変えて NATO に入るという動きが加速化しています。これはやはり厳しい安全保障環境の中で抑止力を高めるためには、チームの中でしっかり、抑止力を高めていくというのが現実的だというのを今まざまざと見せつけられている状況です。ただNATO についてはこれは、北米と、ヨーロッパの地域連盟地域限定の、組織であります。また日本としては憲法の問題もありますので集団的自衛権に、踏み込まない限りはこのような組織はできない。
ただそうは言ってもやはりこれから抑止力というのは地域のつながりの中でしっかり作っていくことが大切かと思います。その中でまずどういうところからこのアジアの中でそういう地域のつながりの強さ、特に安全保障面でつながりの強さを作り上げていくことができるのか、そういうことから議論を進めていきたいと考えております。他ございますでしょうか。あ、じゃあ、はい、すいません、時間とすでになっておりますのでこれで、最後と申し上げられませんけれどもさせていただきたいと思います。新潟日報の鶴巻と申します。先ほどの米の関係の政策の話で、総理は生産調整の見直しということにも言及されていた場面があったと思いますが、そこまで踏み込まなかったというのはこの政権公約の中ではないんですけども、総理 の発言をちょっとつまびらかには見ておりませんが、今国が生産調整を主導するということはできない、状況になっています。需給に合った形で、生産をするということが、生産者にも消費者にも非常に、良い、環境を生み出すと思っておりますので、そういうことではないかなと理解をしております。はい、ありがとうございました。それでは、時間となりましたので以上をもちまして、政権公約発表記者会見を終了とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。